楽しく過ごした一週間、白馬満喫しました。ふうさん、何が良かった？高瀬渓谷の噴湯宮に行くのが楽しかった。八方池も綺麗だったよね。すごいね、お天気に恵まれて綺麗だった。雲一つなかったもんね。うん、ほんと湖面も鏡みたいだったよね。ほんとそうだったね。これから何するの？釣り屋でお買い物して帰りたいと思います。こんだけお宝持ってます。1枚以上あるよね。あるあるある。白馬の村もあとわずか。また来たいね。また来たい。バイバイ。バイバイ。チェアリングだ。チェアリングの人。